き続き衝撃的に語れ。2014年8月19日、レス番号810を、豹変する父。私には4つ上の兄がいるのですが、何ヶ月か前に車で事故を起こしました。スーパーの駐車場で、出会い頭での車同士の接触事故でした。その後保険会社を挟んで、相手の方との交渉をしたのですが、7対3で、相手方の方が過失割合が大きいとのことでした。しかし、相手の方がどうもヤクザ、もしくはドキュンだったようで、保険会社の担当者にご利用しをして、無理やりうちの家の住所を聞いたらしく、押しかけてきたのです。私と母と兄はガクブルだったのですが、父は平然とした顔で相手の人に、どこに車を止めてきたのですか？お連れの方はいらっしゃらないのですか？と聞いたのです。相手の人はヤクザみたいに、何言っとるんじゃ悪い。みたいな感じで声を荒げていたのですが、父は平然と、なるほど、あなたお一人で来られて、車もどこかに止めて来られたということですね。と言った途端、ものすごくドスの効いた声で、私に向かって、おい、玄関のドアの鍵閉めてこい。と言ったのです。そして、相手に向かって、お前それなりの覚悟して、一人で来たんやろな。度胸しとるな。殺されてもお前がどこに行ったかわからんかったらしまいやで。と言ったのです。相手は父の豹変ぶりに驚き、飛んで帰りました。その後すぐに、蹴りがついた。と保険会社の人から連絡がありました。普段はというか、非常に温厚で、私たち兄弟は大きな声を出す父を見たことがなかったので、非常に衝撃を受けました。母に聞くと、父は子供の頃から極真空手を習っていて、兄が生まれるまで大会では、常に優勝候補と言われるような選手で、私たちが生まれてからは、たまに古武道の道場に通うようになっていたらしいです。身長は平均的で、体型も贅肉はついていませんが、そんなに筋肉悠々というわけではありませんし、私や兄に道場が良いお城といったこともなかったため、全然知らなかった父の過去でした。フルコンプラス古武道か。そりゃ、素手の素人相手じゃ負ける気せんだろう。バキに出てきそうな親父さんだ。2014年8月20日、レス番号818、不幸体質。昔付き合ってた男が本当に不幸で不幸で、サンドバッグみたいな人だったのが衝撃。酔っ払いやメンヘラが誰かに当たり散らしてる声がするな、と思ったら、言われてるのが彼だったりするほど、予約や前日から計画を練ると必ず邪魔が入り、満足に計画通りにならない。計画が念入りであればあるほど、不幸の度合いが高くなる。団体旅行をしようものなら、旅行が失敗した責任のなすりつけ合いで、メンバー同士で喧嘩が勃発する。なのでいつしか、旅行などをするときは突発的に行くことに決め、行き先も決めないようになってた。本人が不幸というよりは、他人の不幸や貧乏くじを無理やり押し付けられてしまうタイプ。レストランなどで注文すれば絶対に後回しだし、買い物をすれば不良品を引き当てる。彼だけ呼び出されて説教、なんてのもよく見かけた。本当に一緒に行動してて面白くないし、疲れるし、危険なので別れたが、別れてから数ヶ月は、不幸な彼を見捨てた鬼のような女。偶発的な不幸を彼のせいにしているだけ。とあちこちから責められ、挙句、宗教にハマって頭がおかしくなった。ことにされて精神病んだ。とにかく本当に、人間をマイナス方向に突き動かす害悪そのもののような人だった。何か、変な電波みたいなものが出てたんじゃないかって思う。仮面ライダーに出る怪人が人間に化けていたら、こういう風になるんだろうなって思った。お前自身が詐欺マンだとは微塵も思ってないんですね。元彼もお前から解放されて、今頃は運気が上昇してるんじゃないの。人違いで滅多刺しにされ、身体障害者になったって聞いた。っていうか、私と付き合う前から運の悪い人生だったらしい。私と別れたから、ストッパーがなくなって刺されたんじゃないかって思ったよ。2014年8月20日。レス番号819、飲むヨーグルト。仕事の関係でほぼ徹夜続きの時、飲むヨーグルトの蓋をベリッと開けて、その後勢いよく振ってしまった。部屋があそこまで汚くなったのは初めてだったし、自分で何してるか本気でわからなくて、衝撃的だった。2014年8月20日、レス番号820、浮気父。浮気するやつって、本当にバカというか自己中なんだね。父が浮気してて、3ヶ月前にやっと離婚成立したんだけど、半を押すまでにまあごねた。俺は浮気はしたけど、離婚する気は初めからさらさらない。とか。これを乗り越えることで、家族の絆がさらに強固なものになる。とか。浮き子に慰謝料を請求するなんて虚しくなるだけだろ。とかね。浮気がバレてるのにも驚いてたけど、バレて、まさか離婚を突きつけられるなんてこれっぽっちも思ってなかったみたいで、すごいびっくりしてたよ。まあ、そんだけ私も母も舐められてたってことなんだろうけどさ。なんせ、呆れるほど証拠がたんまりあったんで、母がかなり強気で交渉を進めていったんだが、父は終始、裏切り者。って
って母を責めてた。どの口が言ってんだか。2014年8月20日、レス番号821、結婚詐欺。姉が結婚詐欺にあったこと。それも、騙した詐欺師は女だったこと。面白そうだから語っていきなよ。いや、本当にそのまんま。警察にも言ったんだけど、姉は本当に相手の人が男って信じてて、下世話な話になるけどエッチもやってたらしい。警察にもしつこくそこを聞かれて、結局耐えられなくて被害届を取り下げたんです。今では笑い話で語ってくれるほどにはなったのですが、相手は性転換もしていなかったので、多分おもちゃかてじゃないのかな、と言ってます。本当にわからなかったらしいです。私も写真を見せてもらいましたが、見た目はちょっとごつめのビジュアル系って感じで、全然女には見えなかったです。姉も、別に初めての男性とのお付き合いではなかったし、本当に口というか、態度というか、そういったものが本当にうまかったらしいです。それで、一緒にお店を出そう。という話になって、資金を持ち逃げされて連絡がつかなくなって、家族に相談という結果になりました。400〜500万は貢いでしまったみたいです。今では姉も、いい勉強になった。と言って笑っていますが、警察官の取り調べの時の態度や、騙されたことで、今後結婚はしなさそうな感じです。今では私に、結婚する前に一度は一緒にお風呂に入れ、と言っています。なんかそれ、何年か前に事件になってなかった？ワイドショーかなんかで見たような記憶が。同じ犯人なんだろうか。どうだろう。ちょっとわかんないですね。結局被害届は取り下げてるし、同じような事件があったのかもしれないですね。でも被害者は他にもいたみたいだけど、うちの姉みたいに被害届を取り下げたり、恥ずかしい、と言って出さなかったりはしたみたいですね。去年判決出てたわ。体に異常があるからって見せなかったって。エッチしてたかどうかはわかんないや。同じ人じゃないと思います。それにしても、同じようなことをする人がいるもんなんですね。まあ、こんなのが二人いたってだけでも衝撃ではあるね。2014年8月20日、レス番号826、転落。このお盆は、旦那は仕事だったので、私の運転で子供を連れて実家に帰りました。自分の前を走っていた軽自動車に、ワンコが乗っていました。運転席の後ろの席で、窓枠に両手を乗せて、風に茶毛をたなびかせて、気持ち良さそうにしていました。前の車に犬乗ってるよ。ほら、窓から顔出してる。ほんとだ、かわいいねー。なんてのんきに会話していたら、いきなりワンコが窓から落ちた。リードを繋いであったのか、落ちる時に引っかかったのかわからないけど、リードの先は車の窓の中。ワンコは一生懸命走るけど、リードで釣られて後ろ足しか道路についてない状態で。ひえー、どうしよう。このまま追い抜いたらワンコ引くかも。とりあえず後ろの車止めねば。とハザード出して停車。幸い前の車もすぐに気づいて、路肩に止めて、おばちゃんが、すいません、な感じで出てきて、ワンコを窓から戻してた。戻した時点で追い抜いてきたので、その後は全然わからないけど、びっくりした。実家の母に話をしたら、クラクション鳴らして教えてあげたの？と聞かれましたが、そんな余裕ありませんでした。犬用の修羅場すれが見つからなかったので、人間視点で書きました。犬用の修羅場すれが見つからなかったので、人間視点で書きました。お犬様が書くためのすれなんてどこにもねえよ。2014年8月20日、レス番号830、スキー用キャリー。昔姉と車でスキーに行った時、前の車の、スキーを固定するためのキャリーが外れてた。今にも板が落ちてきて、フロントガラスに突き刺さるんじゃないか、と怖かった。何回もクラクション鳴らしたら、後部座席の人たちが振り返って睨んできたので、姉と二人で一生懸命屋根を指さして教えた。理由が分かったらしく、やっと脇に避けられる広さのところで、駐車して直してた。あのまま高速に乗ったら大変なことになったよね。2014年8月20日、レス番号834、帰省中。旦那から離婚を切り出された。理由は、私が働かないかららしい。帰省中を買うほど俺はバカじゃないんでね。どやー。だそうで、結婚前に、仕事辞めて家庭に入ってくれ、俺がお前の分まで働くから、不自由させないから。って頭下げるから辞めたんですが、いつか、子供が生まれて幼稚園に上がったら働きに出るって約束してたのも、いざその時になったら、せめて小学校に上がるまでは家にいてやってくれ。って保護にされたんですが、家でできるから、とホームページ作成のお仕事をやりだしたら、息子の給料だけじゃ生活できないと言いたいのか。と、うとに叩かれて無理やり辞めさせられたんですが、って言ってやったら、思い出したらしく謝ってきたけど、もう知らんがな。働いてた頃の貯金はあるし、資格持ってるから仕事には困らないし、サクッと言っとこっと。これまたアホな旦那と義実家で、お疲れ様です。2014年8月20日、レス番号836、
子供の性別。出産のため里帰りしてて、先日地元の、既婚未婚混合の友人たち4人と会ってきた。性別はわかってるのか?と聞かれたので、男の子と言われてる、と答えたら。それじゃあ、両方の両親喜んだでしょ。と、ニコニコして言った。ちょっと引っかかる言い方だったので、いやー、どっちだって喜んだと思うよ。と返すと。でもさ、やっぱ男の子は違うでしょ。と、将来的には兄弟を作りたい、という話もしてあったので。これで、二人目の性別はどっちでもいいね。とも言われた。はっきりとは言わないが、男の子イコール後継ぎ、という考え方が透けて見えるようだった。ちなみに友人たちも私も25歳前後。友人のうちの一人が言ったのではなく、みんながそんなニュアンス。地元は、後継ぎ必要な古い家や自営業、農家がたくさんある地域じゃない。都会ってわけじゃないが、そんなに閉鎖的な土地でもない。なんか、おばあちゃんたちと話しているような口ぶりが衝撃的だった。そういえば、別の地域の旦那実家に性別行った時には、あら、そうなのお楽しみだわ、レゴ買うわね。といった感じだったが、実家では、女の子は可愛さがあって、男の子は後継ぎだし、どっちもいい。みたいなこと言ってたなぁ、とか、男の子も可愛いよ、とやんわり反論しただけであまり気にしてなかった。里帰り前の地域にあるほとんどの3人は、性別を教えてくれるのに、里帰り先の3人は、性別で産むかどうか決める人がいるから。という理由で、軒並み教えてくれない。そんな人いないだろうよ、と思っていたが、自信が持てなくなってきた。途中まで30代ならまあ、そういう考えになるかな、と思い読んでたら、まさかの25だった。自分も20代後半だけど、周りも、一人目は男じゃなきゃ、みたいな考えの人はいないな。地域と環境なんだろうか?友人が一人目二人目どっちも女の子で、二人目生まれたその日に姑が来て、第一声が、次は男の子ねえ、だった、とぶち切れてたわ。普通、お疲れ様とかじゃないの ?2014 年8月21日、レス番号843、ひき逃げ現場。不幸といえばこれが衝撃だった。特定されるとヤバいのでぼかして書く。試験会場に向かう途中で、おじさんがひき逃げされる現場に遭遇。明らかに死ぬかもしれない状態なのだが、試験があるので誰も助けようともしない。通報しようとすらしない。俺含む数人が救急車を呼んだり止血したりして、どうにかおじさんの窮地は脱出。試験には遅れ不合格になり、大損害。事情はどうであれ遅れたことは事実なのだが、試験官たちの言い方が、遅れるお前らが悪い。というような毒のある感じで全員激怒。遅れた人たちと学校側で言い争いになるが、結局、特例は認めない。で終了。あんまりない言い方に怒りが収まらず、救助に参加した人たちで愚痴の言い合い大会に、その中の一人が突然笑い出す。私ね、今まで人間に親切にされたことないの。旅行に行った時だって、嘘の道案内されてたどり着かなかったことあるし、学校でもいじめられて、男に金を取られて、そんなみんなからひどいことされまくった私が、親切心で人を助けたらこうなった。ああ人間なんて助けなきゃよかった。つうか、あのじじい今すぐにでもとどめを刺したろか。見殺しにすればよかった。殺せばよかった。人間が憎たらしい、死ねばよかった。人はここまで心が歪むんだなってゾッとして、結局速攻解散、気の毒すぎてかける言葉も思いつかなかった。まあ、ずっとついてないと歪む人もいるだろうな。自分の知り合いはついてないのが普通で、いいことあると、揺り返しがあるんじゃないかって不安になるって言ってる。わかる。少し幸せになっただけで破壊される妄想にとらわれる。しかもそれは、考えすぎなんかではなく本当になってしまうので安心する。安心するのかよ。うん、ほらダメになった。って納得いくから。最近は良いことがあっても、一切幸運だと思わないようになった。幸運の分の揺れ戻しが怖いから。それ、メンヘラの思考回路に陥ってるよ。病院行ったら?2014年8月21日、レス番号845、妻からの愛。この前妻に、誕生日だったので、ケーキと花束とワインを買って帰った。娘たちも一緒にお祝いして、たくさんケーキを食べて、普段より早くベッドに行った。娘たちが寝た後、二人でワインを飲んでいた時に妻から、愛している。って言われた。何度もワインを飲みながらゆっくり言うんだ。俺は前の彼女にひどい裏切りをされて、吹っ切るために見合いをして、2ヶ月で結婚を決めた。結婚前の半年にお互いの友人に紹介したり、知り合いからも祝福されて結婚した。見合いで短時間で結婚したから、妻から愛しているって言われたことってほとんどない。見合い結婚ってそんなものか、と思っていた。なぜ愛していると言ってくれるの、と聞くと。私だけを見てくれるのが分かったから。と言うんだ。ずっと、前の彼女のことを心に残していると思っていたから言えなかっただけで、初めて会った時から好きだった。結婚して幸せ。
少し酔った顔でまっすぐ話してくれた。俺の友人に前の彼女のことを結婚前に聞かされて、あいつを支えてほしい、と頼まれたって。俺の心の中から前の彼女のことが消えないだろう、と思っていたらしい。妻が、偶然に俺が書いた掲示板の書き込みを読んで、前の彼女を忘れて、妻だけを見てくれるようになったことを感じたので、どうしても言いたかった、と言われた。天才禁止のスレに書き込んでいたのに読まれたことや、前の彼女のことを詳しく知っていることに驚いた。元の書き込みも載せて。元の書き込み、9ヶ月前、2013年12月24日。10年前のクリスマスの苦い思い出、あるサークルに入っていて、メンバーに明るい女性がいた。その彼女には、サークル内に彼氏がいてたんだけど、男に二股かけられていた上に、もう一人の女性を妊娠させて結婚した。失恋して落ち込む彼女を慰めるうちに、仲良くなり告白されて付き合った。可愛い彼女で、本当に毎日が楽しかったんだ。今振り返っても、あれほど楽しい日々はなかったと思う。3年の交際期間に喧嘩もあったけど、隠し事のない交際のはずだった。彼女とクリスマス前の土日の予定を持ちかけたら、仕事で会えないから、その代わり、平日のイブにクリスマスデートをすることになったんだ。そんな時、学生時代にバイトで世話になった洋菓子店から、土日暇だったら手伝ってくれ。って頼まれた。会社にバレるのはまずかったので、マスクと帽子をかぶって店に立っていたら、彼女と元彼がクリスマス用の、ペアのケーキセット買っていった。彼女は、去年のクリスマスにあげたコートを着ていた。手伝いが終わり、彼女のアパートが見える場所に、車に乗って待っていたら、彼女と元彼が腕を組んで、俺が売ったケーキセット持って部屋に消えていった。車の中で聞いていた FM で、須藤薫のセカンドラブが流れたんだ。ああ、彼女にとって俺は2番目なんだ、と。彼女のマンションのドアノブに同じケーキセットを下げて、2番目だけどメリークリスマスってメッセージをつけて、その場を離れた。サークルのメンバーには説明して、サークルも辞めた。彼女からのメールも着信も拒否したんだ。彼女の友人から、初めてだから、許してあげて。ってメールが来たけど、あの日が初めてでも、100回目でも、俺が2番目であることは変わりない。彼女は、元彼とはそれっきりだったらしく、今も独身でいると聞いた。彼女とその後、一度も会うことなく別れた。俺は忘れるように、すぐに見合いをして結婚したんだ。妻になった人は地味でおとなしい人だけど、人を裏切らないほどには優しくて、二人の娘もできたよ。家族で遊びに行った帰りの電車で、うたた寝する妻と娘たちと手をつないで座っていたら、じっとこっちを見ている女性がいた。元彼女だった。彼女だった人があのコートを着て、俺を見つめて涙を一滴流して、次の駅で降りていった。憎しみも、愛情も、何も感じなかった。ああ、これで自分の中で彼女のことは終わることができたんだ、と思った。政令指定都市だけど、私鉄がないくらいの田舎。洋菓子店は、地元では有名なお店だけど、今までクリスマスケーキはその店で買ってなかったんだ。彼女のことを思い出したくなくて、買えなかったんだろうね。妻と娘のプレゼントと、10年ぶりにその店のケーキ買って帰ろうかな。妻と真の恋人同士になれたんだな。2014年8月21日、レス番号862、泥棒。最近どこかのスレに書き込んで、どこだか忘れちゃったんだけど、お盆に再会した元同級生が、なんか気違いみたいになってて、迷惑電話じゃんじゃんかかってきて、着信拒否したよってことがあって、それを書いた。その後、旦那の盆休みが長くて今週も休みなので、家族でディズニーランド行ってきたんだけど、夜帰ってきたらお隣さんがすぐ来て、お宅に泥棒が入りかけてて、おまわりさん呼んで、連れて行ってもらった。って、慌てて旦那が問い合わせて、もうね、あの人ですよ、あの同級生。車で来て、朝縄と紅葉用カッターとトランク、何に使うのよ。窃盗未遂容疑らしいけど、もうなんだか。何でもいいから、二度と関わらないでほしい。お払い行こうかな。2014年8月21日、レス番号865、宇都の夢。うちの義両親は、もったいないくらいの長寮止めよう、と。今年結婚40周年を迎えたが、新婚3ヶ月の私たち夫婦でさえ太刀打ちできないほどラブラブで、未だに、週1で夜景の綺麗なレストランなどにデートへ行ったり、誕生日には、お互いが手作りのケーキを作ってプレゼントするような人たち。そんな仲の良かった義両親なんだけど、少し前にうとさんが交通事故に巻き込まれて、意識を取り戻すことなくそのまま他界してしまった。とめさん、こっちが見てられないくらいあれにあれまくった。誰かに当たってないとやってられないみたいで、嫁いびりのようなことをするようになっちゃった。作ったご飯を捨てるとか、私や旦那の持ち物を壊したり、土地狂ったように私たちを怒鳴るとかね。気持ちのいいもんじゃないけど、そんなことでトメさんの気が少しでも晴れるなら、と受け流してた。
ウトさんが亡くなってから2週間くらい経った頃の朝、トメさんが起きてきて一番に、私たちに泣きながら土下座。ええ？とびっくりしてると、トメさんはこんなことを教えてくれた。ここ数日、ウトさんが夢の中に出てきてたの。私の目の前で。トメちゃん、トメちゃんどこだ？って言うから、私は目の前にいるじゃないって言うんだけど、私の顔をじっと見て。いや、俺のトメちゃんじゃねえな。ってどこかに行ってしまうの。昨日も同じように出てきて。トメちゃんどこだ？って探すから、私もいつもみたいに、私はここにいるじゃないって言ったの。そしたらウトさんすごく悲しそうな顔で。今のあんたは俺のトメちゃんじゃねえよ。鏡見てみな。きっと俺の好きなトメちゃんの顔は映らねえよ。と言って、また。トメちゃんどこだ？って言いながらどこかに行っちゃった。朝起きて鏡を見てみたら、鬼ババの顔が映ってた。人をいじめてると本当に鬼ババの顔になるのね。これじゃあウトさんも私だってわかってくれないわよね。嫁子ちゃん、まるまる、本当に申し訳ありませんでした。二人だって、ウトさんのことを一緒に悲しんでくれてるのに、あんなひどいことをしてしまって。もう朝っぱらから三人で大号泣。この日からトメさんも立ち直り始めたし、もちろん嫁いびりなんてしない、元の長領トメさんに戻ってくれたよ。2014年8月21日、レス番号866、犬と会話。自分が体験した衝撃的な出来事は、自分の飼い犬が喋れると思って小児まで犬と会話してたこと。でも実は、会話してたのが別の人格というか、イマジナリーフレンドだったことかな。俺が幼稚園の年中ぐらいの時に、祖父母が山菜摘みに行った帰りに、白い子犬拾って帰ってきた。見た目は柴、先生曰くただの雑種らしいが、その頃から一緒に遊んで一緒に育った。毎日夕方家に帰ったら、今日あったことを犬に話しかけるのが日課になってた。年長になった頃、犬の順が話しかけてきたんだ。それからは犬と、ずっと会話してた。今日サッカーで点取ったんだ。へえすごいじゃん。かっこいい。こんな感じで会話してた。でも実際は、全部一人で喋ってたらしい。両親、祖父母は、人形遊びの延長線上にしか思ってなかったそう。でも小学生に上がってから、犬が喋るのはおかしい、と思って両親に打ち明けたら、いつも一人で喋ってるじゃん。みたいなことを言われてパニックになった。その様子が明らかにおかしかったらしく、病院に連れて行かれた。でも、田舎の病院にそんな専門がなかったので、わざわざ引っ越ししてまで病院に通った。それから専門の病院に通って、テレビでやってるような催眠療法で少しずつ症状は収まっていって、小6になる頃には純はいなくなってた。結構長く続いたんだね。一人で喋ってるじゃん、と指摘された後も犬の声が聞こえてたってことだよね。うちの旦那も毎日猫と話してるわ。なあ、クロや。なあに、父ちゃん。クロはどうしてそんなにお利口なの？それは僕が猫だからさ、猫はみんなお利口だよ。そうか、そうだったのか、やっぱり猫は賢いねえ。延々やっているわ。2014年8月21日、レス番号871、風呂嫌い。弟夫婦が、結婚してたった3年で離婚した時に聞いた離婚理由が、衝撃だった。弟の方から離婚を切り出したらしいんだが、とにかく、嫁の不潔さがたまらなかったらしい。結婚して1年ぐらいは、お風呂は確実だったらしくて、弟も、みんながみんな毎日入るんじゃないんだろう、と思ってたらしくて。ただ、弟は湯船に浸かりたい派なのに、確実でシャワーになるのが不満だったらしい。あなたしか入らないのに、お湯を沸かすのはもったいない。って言われて、それがだんだん嫁が、3日に1回、4日に1回しかお風呂を沸かさないようになって、文句を言われようが、自分でお風呂沸かして入ってたらしいんだ。嫁は専用主婦で、家にずっといるから汚れない。とか言ってたらしいんだが、3日も4日も風呂入らないような女とセックスする気になれなくて、2年目ぐらいからもうレスだったらしい。そうなってくると、もう1週間でも入らないらしい。夏でも、当然嫁に対して、臭い、汚い、というようになり、それは罵るとかそういうのじゃなくて、だから風呂に入れよ、ってつもりだったらしいが、その言葉をパワハラとして調停員に訴えたらしいんだな。マジに受け取った調停員から責められたらしいが、いやそうじゃなくて実は、と話したらポカーンとしてたらしい。嫁の親は、この子は昔から風呂嫌いで、あんたと付き合うようになってからちゃんと入るようになったので、安心してたんですけどねー、あはははは。って全然深刻に考えてないみたいで、それが理由で離婚ってことになっても、そうなんですか。って感じだったって。とにかく嫁が、離婚するなら慰謝料払え。って随分粘ったらしいが、財産分与ってほどもなかったらしいが、一応普通に財産分与して別れたようだ。弟が離婚して、そのことを妻に話したら、妻は、弟の嫁の風呂嫌いは、ずっと前に本人から聞いてたらしい。でも、夏なんか体がベタベタして気持ち悪くない？って聞いたら、
ベビーパウダーがあるから平気。って言ったそうな。それ以来この人とは会わないと思って、極力距離を置いてた。で、俺自身、別に潔癖でもなんでもないけど、そんな女性がいることに衝撃。夏場に一週間じゃ髪もネトネトだろうに。匂いフェチの親父でも裸足で逃げ出すレベルだわ。きっと、毎日の出勤でもない限り一生変わらないんだろうな。2014年8月22日、レス番号876、不倫疑惑。隣に越してきた夫婦の話。以前売りに出されていたうちの隣の、中古の一戸建てに、1年前に30代夫婦が越してきた。美男美女の夫婦で、保育園の女の子がいるけど、もちろん美少女。私たちは新興住宅街ではなく、繁華街のちょっと外れに昔からある住宅街に住んでいて、商業地域なので住人自体が少なく、町内会や子供会の集まりはない。その夫婦は共働きで、うちは子供がいないので子供絡みの接点もなく、過剰な接触がないので、会えば挨拶するけど、プライベートを探るお付き合いではなかった。でも、子供を真ん中に3人で手をつないで歩いてるし、イオンで、夫婦だけで買い物してる姿も見てたので、普通のファミリーだと思ってた。ちなみに子供の前ではお互いを、パパ、ママ、と呼んでたし、あんた、お前、と呼んでるのも聞いてた。とある深夜、隣家の前に、隣家のとは違う車が止まっていた。たまたま見てしまったが、奥さんが運転席の男性とイチャついてて、キスしてるのを見てしまった。軽くパニックな私。早速自分の旦那に報告して、やっぱり美女は結婚してもモテるんだね、と話していた。隣家の旦那さんに密告することもなく、数ヶ月後、地元の高級タワーマンションに住む友人宅に遊びに行き、帰る時にエントランスで、どこかで見たイケメン男性とすれ違った。隣家の旦那さんだった。奥さんではない派手な女性と、スーパー帰りと思われる買い物袋を持って、腕を絡み合わせて、エレベーターで上がっていった。帰宅後、またしても旦那に報告。隣家は美男美女夫婦だけどダブル不倫、ドラマみたい。と興奮していた。その数日後、夜11時頃コンビニから帰ると、なんとまた隣の奥さんが男の車から降りてきた。会釈をしたら焦る様子もなく、こんばんは、と。私の方がパニクリ、引きつった笑顔で家に入ると、じゃあ金曜日に〇〇空港ね。と言って、男性は車で去っていった。即刻旦那に報告。今週末は隣の奥さん不倫旅行だよ。すげえ。そしたらなんと、深夜だというのにインターホンが鳴った。出てみると隣の奥さん。ちょっとお話があるんですけど。言い訳きたー。口止めきたー。と思ってたら、違った。隣のご夫婦、夫婦じゃなかった。兄弟なんだって。そして別に、近親相関とかじゃないんだって。旦那さんだと思ってたお兄さんは、バツイチ子なし。奥さんだと思ってた妹さんは、バツイチ子ありで出戻り。その上に、さらにお兄さんがいて、妻子と実家のご両親と暮らしてるから妹さんは実家に戻れず。ほぼ同時期に、それぞれの相手と離婚した兄と妹。離婚して一人暮らしを始めたけど、仕事が忙しいお兄さんのワンルームに、離婚したけど実家に帰れない妹さんが一時避難。お兄さんをパパのように慕ってる娘さん。そしてお父さんが亡くなり、ちょっとした遺産が入ったので、もう合理的だから一緒に住んじゃおうか。と、うちの隣家である中古の家を買った。妹さんは実家の姓に戻してるし、兄弟だから名字も一緒で表札は一つ。私も兄も、恋人はいるんですけど再婚はしないんですよ。だって、そういえば、夫婦揃ってハーフっぽい美形ってあんまりいないよね。婚結じゃなくて祖父母が九州で、とルーツまで教えてくれた。一年間も私と旦那をドキドキさせやがって、と思ったけど、いろいろ誤解させてごめんなさいね、てへぺろ。だって、同性なのに、ドキドキするくらい笑顔が可愛かったから許す。週末は彼氏と北海道旅行で、お土産買ってきてくれるって。おいこれ誤解されるんじゃね?とか思ったのかね。報告者さんは何も喋ってないけど、変な噂とか立ったら大変だからな。2014年8月22日、レス番号881、おさかんな家庭。なんだ、私だけじゃないじゃんって思っちゃった。私も離婚後、奥さんと死別した兄家族と一緒に住んでたんだよね。離婚することになった時兄嫁が亡くなって、子供もまだ小さかったから兄に、ちょうどいいからうちに来て。と言われてさ。私も専業主婦だったし、夫の地元に住んでたから自分の地元に戻ろう、と思ってて。でも、実家は下の兄とその家族が住んでて、両親は小さいマンションに住んでたから、戻るような実家はなくてさ。亡くなった兄嫁が、しばらくうちにいたらいいよ。と言ってくれていた矢先に、事故で突然亡くなった。それで、葬式で地元に戻りそのまま離婚。しばらくはバタバタして人の出入りが多かったから、近所でも親類だろうと思っていたんだろうけど、結局再婚するまで5年も同居していて、結婚するんです、と近所の人に挨拶した時に、
え、5歳さんじゃなかったの？と、言われて初めて、自分が兄の妻だと思われていたと知ったよ。私は、兄たちとは母親が違って、歳が少し離れている。さらに、私は母似なので兄たちと似てない。老いたちとも似ていなかったし、老いたちが生まれた頃は独身で、おばさん、ではなく、名前から、母ちゃん、と呼ばれていたのも誤解されたみたい。騎士は、ママ、だったから、再婚する頃には、現夫に家の前まで送迎してもらったり、兄の方も、その後の再婚相手を呼んだりしていたし、随分お盛んな家だと思われていたんだろうなぁ、と悲しくなった。さらに、兄に新嫁が来て、私は新嫁に追い出された愛人だと噂になっていたらしい。老いたちは聞かれれば、あれはおばさん、と答えていたらしいけど、信用されてなかったらしい。真面目な義士は学校の役員なんかも終わらせていたので、私がいわゆるママ友を作ることもなかったし、パート先も主婦が集まるようなところじゃなかったからね。誤解が解けてよかった、のかな？